キリエルメ・アルビム・マリナとは、ブラジル・カタグアゼス出身のサッカー選手。ロシア代表。ポジションは GK。1985年、ミナスジェライス州のカタグアゼスで生まれフットサルに従事し、10歳の頃にゴールキーパーとなる。2001年から2002年までは、パラナサッカーテクニカルセンターのユースに在籍していた。キャリアは、パラナ州、クリチバを本拠地とする。 サッカークラブのアトレチコパラナ遠征で始めた。ロシアのクラブに移籍する以前には、トルコのクラブからオファーがあった。2007年8月、ロシアの FC ロコモティフモスクワに5年契約で移籍した。ロシアリーグ初のブラジル人ゴールキーパーになり、背番号は85番であった。以後、ユースの試合で出場したが大半は適応に費やされた。2009年7月12日、 2009シーズン第13節の FC トムトムスク戦でロシアプレミアリーグデビューを果たすと第30節のシーズン終了までレギュラーとして出場をした。2010年からは背番号が85番から1番に変更された。2013年1月中旬、ロコモティフとの契約を2016年まで延長した。アトレチコパラナエンシェ在籍時に U-20 ブラジル代表に招集された経験があるが出場は果たしていない。2015年11月22日にロシアの市民権を取得。2016年3月11日、リトアニア、フランスとの親善試合のメンバーに招集され、リトアニア戦でデビューを飾った。ありがとうございます。